演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら業務スーパーのチーズポテトを食べたいと思います。こちらなんか YouTube の動画で美味しい美味しいっていう動画結構上がってたんで食べたかったんですけど、なかなか行ってもなかったんですよね。もうそれだけ売り切れてるってことは本当に人気があって美味しいということなんでしょう。まあ最終的には個人の好みになるとは思いますが、どうやらハッシュドポテトにチーズが練り込まれているんです。今回買えてよかった。そう言われると形もなんかどことなくチーズっぽいですね。なんかこういう 6P 型の三角形のやつでは、ちょっとはい、あらあら、くっついてちぎれちゃって、まちぎる手間が省いてよかったです。断面はこんな感じです。ではいただきます。人気があるだけあって本当に濃厚な美味しさですね。ホクホクのジャガイモも美味しいです。もっと食べたいな、違う味も。ホクホクとしたポテトの中からちょうどいい塩梅の濃厚さのチーズが口の中にふわっと広がってきて、ホクホクとした食感とチーズの旨味をたっぷり感じることができてとっても美味しかったです。もうちょっと焼いて表面をカリカリにしたらよかったかなと思ったんですが、まあそれは自分のミスですよね。本当に美味しくて人気があるのも納得です。うん、気に恥じない美味しさでしたので、こちらの点数とさせていただきます。それでは雪だるま人形なのに儚き、いやなんか二重の意味で悲しくなるような服ですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。